最近外役デッキしか思いつかない。どうも龍です。さあ本日なんですが、またねバカベールさんをね悪用していきたいと思います。どういうデッキになっているかと申しますと、バカベールさんですね。これまあまあ強いわけですね。相手の戦闘ダメージを一回回復して特殊召喚して壁にできるという、まあそういう効果を持ってるんですが、まあいろいろやりました。私も、まあサブテラーとか、それから召喚獣とか、まあいろいろやってきたんですけども、今回はですね、シンプルに害悪なデッキということで、エレキデッキとベールを組み合わせるとめっちゃうざいっていうことを証明していきたい。でですね、すげえふざけてるんですけど、回復するじゃないですか、戦闘ダメージ受けて。だから、このリバースピンっていうスキルが使えんじゃないかなという話がありまして、これ、ディスコードで、イドリン先生が、こんなデッキ作りましたみたいな感じでやってたんで、それちょっと参考にさせていただいたんですけども、リバースペインが、これ戦闘ダメージを受けると、次の自分のターンの、メインフェーズに、戦闘ダメージの半分分、受けたダメージの半分分、その打点がアップできるんですよ、モンスターの。だからこれで、エレキに、なんか打点半分付与して、2000ダイレクトみたいなことしたらめっちゃうざいかなと思って、っていうデッキになってますと。で、結構ね、いっぱい殴んないといけないんですよね。4回くらい殴んないといけないんで、まあ割と削るの大変なんですけども、まあ、それをリバースペインで補っていくみたいな感じのデッキになってますと。で、エレキングコブラとか、エレキリンをまあがっつり入れて、この辺のモンスターで殴っていくんですよ。で、アタッカーがね、不足することが あるんで、まあそういう時はこういうね、エクシーズモンスターたちに頼っていくと。で、エレキングコブラが結局一番強いんですよ、俺。これ、ダメージ与えるとデッキからエレキサーチできるんで、こいつが一番強い。つまり、こいつの、アクセスを増やせばいいということで、もうね、思い切ってね、サンダーシオース3積みです。サンダーシオースは手札から捨てると、イカズ族をね、2体持ってこれるんで、こいつを3積みして、要はエレキングコブラが6枚入ってるというデッキになってますと。であとはもう遅延カードですね。カナディアとかソコナシとか、隕石とか分断とか、そういう感じ。で、ホーリーダイバリアとかも入れてね、これで戦闘破壊免れて、もう一回次のターンで殴るみたいな、うざったい効果をね、発動していくと。結構ね、月光、ムーンライトとかには、ホーリーラヒバリアと刺さりますね。うん。あとは、単純に、モンスターを逃がしながら、そのターンをしのげる、巡るとか、あと、まあ、ロックできるチョコナシとかを入れて、まあ、この辺のね、トラップカードは環境によって変えるべきなんですけども、まあ、分断とか、ホーリーラヒバリア、リンボーライフよりも、この辺のやっぱ、単純に一体一体処理できて、強いトラップを僕は、入れました。最初ね、分断とかガン積みしたんだけども、あんまり強くねえなって思って。はい。って感じです。早速、クソ、外役、バカエレキ最強伝説デッキやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、外役の呼吸2の方、エレキの呼吸をね、お見舞いしていきたいと思います。エレキ全然来ねえや。エレキ全然来なかった、すまん。さあ、お相手方、ニフセはありがとう。ベイル来すぎじゃない？ベイル来すぎなんだけど、お前どんだけ俺のこと好きなんだよ。これポーカーだったら勝ってるぞ。スリーカードはもうオールインよ、そりゃ。オールインからのオールインコール来た。で、サンダーシーホース効果。サンダーシーホースね、ちょっとね、三積みやりすぎ感あるんだけど、まあ、なんだかやっぱ1枚増えるのめっちゃ強いんで、エレキデッキって。だからまあサンダーシーホース3積みでいいかなと、個人的に思ってる。デモンズチェーンは強い。なるほど。分かれてるっすね、あなた。私はこのエレキンコブラがどんだけ強いモンスターか、ご存知のようですね。よく知ってたな、こいつ。エレキンコブラ止めるって結構うまいぞ。そのプリンギョ結構うまい。みんな知らないんだけどね、このモンスター。みんな意外とね、知らないんですよ。このモンスターどんなに強いかっていう。とりあえずダイヤウルフで。ダイヤウルフで、あのバックちょっと剥がしに行きたいな。一回。エレキングコブラ着地させたいわ。エレキングコブラ2回止められると結構めんどくさいんですよね。先強払いさせましょうか。これで。で、まぁ、ちょっとトラップ強いので、ダイヤウルフで踏みに行って、相手の伏せを、あ、デモンズチェーン、なるほどね。はいはい、いいです。じゃあ、しょうがないっす。しょうがないっす。まあ、一応、底なしセットしておきましょうか。で、これでターン終了しましょう。はい。これで、まあトラップカードは、2枚埋まっちゃったんで、相手結構そこそこ辛いと思うんだけど、さあ、セット、まだあんのかよ。こんな、コブラめっちゃ来るな。コブラ、お前めっちゃ、お前も可愛いな。フルハウスや。ポーカーやったら勝ってる。因果切断 OK。めっちゃ強い動きはしてるけど、相手もなんだかんだ攻められてないね。とりあえずトラップカードは結構吐かしてはいます。召喚獣なのかな？ファイアーリロード召喚獣がそっち系。よし、来た！やっ
トコさん育成エレキンコブラ召喚、エレキンコブラで大連鎖タック、エレキンコブラの効果を発動、エレキリンを手札に加えるぜ。 OK でこれでターン終了。あとは相手の出すモンスターをすべて、埋めて俺エレキンコブラビートをしていけばいいだけだ。んーだろ光る OK 分断ではない、エレキリンを召喚。さあなんだこのデッキクソうぜえ外役の呼吸2の型インガステッタ何枚持ってんだよ、うっとうしな。ガガガボルト、あガガガボルトの方、なるほどガガガボルトの方ね、なるほどね、ガガガデッキね。ってことはこれあれですかね、強化書とか入ってる感じですかねこれ。あー挨拶された、でも大丈夫だ、俺はベイルがいる、俺にはベイルがいるぞ。ガガガマンションを召喚していく。さあキットを特殊召喚していく、キットの効果を使って、44にしていく、なるほど44にしていく、なるほど。で、でもその効果使うと確かバトルを行えないっていうなんか制約があった気がする。で、ホープ OK。さあ、ホープ特殊召喚。いや、ホープはきついな。ホープめんどいな。ホープちょっとめんどくさくねえや。全然めんどくなかったです。はい、草。さあ、しっかりめに心を折っていく。さあ、お相手の方、筋肉マン来たー。筋肉マン来たー。リンクス界最強の筋肉マン来た。リンクス実装済みキャラクターの中で一番筋肉すごいよね。もう額に肉って書いてほしいわ、額におでこのとこに肉って書いてほしいわ。筋トレしかしないんだろうな彼、おそらくデュエルするより筋トレが好きみたいな。とりあえずなんか脳死でプロテイン飲むみたいなね生活をしてるんじゃないでしょうか。さあ私のターン取る。隕石とりあえずちょっとエレキンコーラだけは召喚するんだけど難しいな、除外されるの面倒くせえから、これ除外されたくねえもんな。これめぐるは強いんですよね、でも結構ねこれめぐるは強いんですけど、めぐるあんまり効かない気はするんだよな。これどうしよう、硬直か、ホリライフバリア、ホリライフバリアある。隕石で1個飛ばして、隕石でまずとりあえずこっち除外されるの嫌だからこれ飛ばして、で最悪ホーリーライフバリアで守りましょう。このエレキングコブラは月光でしょ、まあ、融合できるのかな、あ融合できそうで、ドモンスター召喚には成功してるのにいいです、全く問題ございません。さあイエローの効果で緑を手札に戻して、特殊召喚していく、いいでしょう。これ何体融合なのかな、何体融合なのかにもよるんでね、これ3体融合だった場合めぐれないんで、めぐれないんでしょうがないから、もうめぐるとかガチでいらないから、これはもう本当ホーリーライバリアのコストにしよう。はい、いいです、あー OK です、そこまで OK です、そこまで把握しました。さあバトルフェーズ入っていくんでしょうか、まあ、とりあえず赤がいなくてよかったって感じだね。バトルフェーズ OK で、ホーリーライフバリアの効果手札を1枚にしてることによってこのモンスターは戦闘では破壊されない。うっとうしいけどこれめぐるしかないのか、めぐるしかないの結構つらいけどな。分断の壁、まあ、悪くはないが、セットバトルフェーズでぶん殴ってエレッキングコブラでエレッキングコブラを持ってくるしかないから、これはあと2000でしょ、あと2000だったらワンチャンあると思うんだよね、これワンチャンないですか、これリバースペインで2600だったらいけんだよ多分、これ2600だったらいける。じゃあもう1体対象取れるモンスターが来たらワンチャンめぐれる、なんかワンちゃんめぐれそう、めぐれるんじゃないこれ、めぐらせろめぐらせろ、そらいいぞそらいいぞそらいいぞ、もう一回融合するか、融合して殺しに来るか、とりあえず融合させてもいいや、3体融合が2体とかあったらやばいけど、あーオッケ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 ー、ダメしてでめぐってく、でこれでダメージステップでめぐることによってなんかなかったことにする、打点がなかったことになっちゃった。さあこれで、2000ライフなんで、あとはエレキングコブラ2体を使ってベイル、ベイルあんのか、ベイル握っとけ、ベイル握っとけお前、ベイル握ってないやつはもう今この令和の現代社会ではもう甘えやぞ。さあお相手の方、社長よろしくお願いします、デュエルスタンバイ。
デュエル。あ、反応早く強いですね。反動はなかなか強い。これサンダーシーホースやっぱめっちゃ強いね。この海馬の生まれ変わりと言われているこのサンダーシーホースくん、エレッキングコブラにね、あのアクセスできるんで、やっぱ、ね、これ、まあ、6枚ぐらい積んどいた方がいいと俺は思うわ。エレキデッキやったら6枚っていうのはもうエレキングコブラ3枚と、サンダーシーホース3枚って意味ね。さあ、魔獣の怪獣流行ってん なんかこれで当たったぞ。これ魔獣の怪獣で3体リリースしてくるやつですか。これもしかして出た出た出たやべえモンスター来たー。激ヤバ肉捨て怖っ。サンダーシーホース来すぎ。まあ、いいや、サンダーシーホース効果、まあ、でもオベリスクそんなに怖くないですね。言うてそんなに怖くない。うわオーバーベルム水よ。モンスター効果無効にしてくれ。まんこれどう、これってさあ無理か。一旦一度エレキデン召喚、召喚何もない。なるほど。セットセットでバトルフェンズ入っていく。でカラディアも効かないんだよね確か。オベリスクって1200の効果でエレキリンの効果、強すぎるだろ。おい見たことあるぞこのデッキ。おいこのデッキなんか見たことあるぞ。なんか俺デッキ紹介した記憶があるが、強すぎないそれ。やばい。オーバーウェルムに伏せ犯罪だろこれ。